こんな感じ、愛媛表記のありになってますね。全国的にもね、結構増えてきましたけどね、こういうの。三重県今多いですからね、あそこがね、ないし、今、近鉄がね、もう、向田駅はね、凄まじいことになってますからね。今日もすごい人みたいですからね。さあ、ってことでね、さーてと、なんやかんやで結構来ましたね。ストーンと来て、でまあ四日市市民なんで、ここはもうすぐ埋まると、なんならね、今日このまま、コーナーもね、まあでもね、そこまでしてね、別に家の近所で歩いていけんだからね、なんなら、っていうところですけど。いやー、ずーっと見てるんですけど、どう考えても、これだけおかしいんだよな。どう考えても、これだけめっちゃしんどいんだよな。どうしような。これはね、正直、予定と予算。あのね、行くならどうしようかなって考えてるんですけど、まあ、一番ちゃんとセオリー通りで行くと、JR 東海、四日市から、乗っていくんですけど、これがね、普通に乗ると片道5800円ぐらいかかるんですよね。5000円以上かかるんですよ。往復で1万円以上かかると。なのでね、まあまあかかる。で、そうすると、一応フリーキップがある。フリーキップがあって、熊野古道フリーキップってのがあるんですよ。これ使うと8800円ぐらいになって、往復の特急、南紀に乗れて、特急南紀に乗れて、で、なんだったっけな。紀伊長島から熊野市の間か。が、乗り放り自由のフリーキップで3日間有効ってなるんで、熊野旅行するんだったら、熊野のあたり、例えばね、鬼ヶ城だったりだとか、尾鷲のあたりでね、いろいろと観光して、まぁ、ちょっとね、美味しいものを食べて旅館に泊まってとかっていうのを考えるんであれば、これ全然ありなプランになってくるんですけど、どう考えてもね、そんなね、ゆっくりしたプランをね、組める日がないんですよ。同時間取れてもね、半日今日、15時間ぐらいしか取れないんですよね。ってなってくるとですよ。これだと厳しい。っていうのはね、特急南紀が、実は朝8時台出発かな、四日市だと。しかないんですよ。ちなみにね、熊野古道フリーキップって、税のいいご予約の、EX のね、やつからも、予約はできるというふうになってるんですけど、あれね、名古屋発着しかできないらしいんですわ。名古屋市内発着しかできないらしいんで、四日市発着はね、買えないらしいんですよ。なのでね、ちょっとこれを使うっていうプランもね、ちょっと、おっとっとっとなりました。ちなみに、わざわざ名古屋まで出るんだったら、もう一つプランがあって、片道3700円で、高速バスが走ってるんですよ。中高の。昼間に高速バスが2時間に1本とか3時間に1本ぐらい走ってるのがあって、新宮に行くやつなんですけど、まあ、新宮まで行くんだったらあれなんですけど、これがね、往復だとその片道3700円なんで、往復7400円ぐらいできるでしょ。だからそれもありっちゃありなんですけど、これは今度四日市を止まらない。そのまま尾鷲が紀伊長島までストーンと行っちゃいますんでね。これもかなり使いづらい。まあ、どうせ名古屋まで出るんだったら、名古屋の往復で1500円とか、1200円とかね、1300円ぐらいかかっちゃいますから。ああ、これまたちょっと現実的でない。さあ、どうしたものか。ちなみにフリーキップで行くんだったら、まあ、熊中っていう手もありますけどね。あっちの方がちょっと安いですし、あ、でも JR 旅客車だとあんま変わらねえのかっていう。ジレンマ丸気なんですよ。なのでね、まあもう先に、こんなね、どうせこれ、もう雑談のサブちゃんのもうゴミカスのね、ヘドロの底みたいな、回になってると思いますけど、こんなところも見てる人だったらもう別にネタバレしてもいいでしょ。一番現実的なプランが、亀山から、熊野市まで普通列車で行くっていうプランなんですよ。なんでこれが一番現実的なのかって言われたら、おいおいおいってない人なんですけど、実はね、これが一番早く着けるんですよね。これが、現実的に北西地域のあたり、北中線のあたりから、
あ、中世というとあそこあるから、まさかが入るから、まさか始発があるから、またあれなんですけど、まさかまで車に出るんだったらね、もうそれだけ疲れますからね。うん、だったらね、あの例の神山で100円パーキング使って、そうするとね、片道の金額どうしてした。けどね、片道ね、往復で確かね、5100円ぐらいでね、行けたはずなんですよ。2650円とかだったかな。あ、だから、5300円ぐらいか。で、これだと特急使わないプランなんで、あれなんですけど、あれだと朝の6時始発なんで、6時2分始発か。6時8分始発だったっけ。あの、新宮行きのやつですね、前に動画の企画で乗った、亀山から新宮前に乗ったやつ。指定本線の東海道線側を全部走破するっていうね、列車があるんですけど、あれに乗っていくと、朝の9時ぐらいに結局、熊野市に着けるんですよ。うん。くっそしんどいんですけど、これが一番早かったりするんですよね。結局、特急南紀、四日市から特急南紀に乗るよりも。うん。これだと一番、これが一番安く済む。じゃあ安く済む。あとは、もう、もう完全に車で行ってしまう。熊野市駅まで車で行ってしまって、熊野市駅の駅前にはコインパーキングが一応あるらしいんですよ。なんで、それを使うっていう。でも、あるっちゃあるんだけど、これはしんどい。しんどいよ。遠いよ。っていうことなんですよね。で、揚げ機能が来た。で、行き違いで、総原駅の駅も来るはずなんで、しばし待ちましょうか。で、遠いんかな、遠いんこかな、まあ、確かにどうしようがもんか。まあ、というか、そもそもスタンプラリーの要件自体を済ませてるんで、こっからは超大事ですね。ポンポンポンだけでかもしれませんけどね。ショートで1分にまとめるぐらいでもいい。あれはね、ふと思ったんですけど、今ね、ちょっと昔の動画のデータとかをもう一回ちょっと、再編集、いろいろデータのね、整理やってるんですけど、改めて見てたら、昔って8分の動画を作るために2時間ぐらい、2、3時間収録とかやってたんですよね。だって、卵を買いに行ったって言って、自販機の卵を買いに行こうって言って、でもね、そこら辺にあるやつじゃって言って、そのまま、伊賀市の山奥にある、すごく美味しい卵の自販機があるんですけど、わざわざそこまで行って、卵をポチってするっていう動画がなんと8分でまとめてましたからね。すげえな。昔の方がよっぽど YouTube やってんじゃん、俺。今の何なんだ、これは。YouTube なのかって言われたら、完全に YouTube じゃねえもんな。まあでもね、どんな形があるのがね、あれですからね。うん。あ、ちょっと雲出てきたね。ああ、ちょっと雨気をつけた方がいいな、これ。うん。イオンモールやっていこっかな。どうしよっかな。寄ってくと、一回降りる分ね、運賃高くなっちゃいますからね。うん。どっちも初乗り、初乗りできるはずなんで、どっち一緒200円ですよ。あっちまでね、北西中央公園口でも、山城の駅前でもいいんですけど、山城の駅前の方に出てみるルートもいいですけどね。うん。一回三岐バスも乗っ、あっちの方のやつも乗ってみたい。どうかな。というか、イオンモール遠いに公共交通機関で行くっていう概念がないんで、でもね、案外ありかもしれないですね。あそこめちゃくちゃ駐車場積むんで、うん。あそこ行くからしんどいですもんね。あれ意外と停車時間が長いよね。さあ、どうしたものかなというところなんですけど。あ、そう、ほんと熊野市がね、遠すぎる。あれ何がきついて、紀伊長島だったら、青空フリーパスで行けるんですよ。だからこの前滝行った時とかにね、そのままストーンと行けたりとかするんですけど。いかんせん、熊野市は遠いよ、せめて大橋にしてくれよと思いながらね。あれは最難関だ。あ、そう、ちなみに。だから、それで行くんだったら、熊野市で入場券買って中入ってにするのか、もしくはね、まあ、一駅だけでチュッとね、他のところに乗って、ちょっと軽くね、駅から散歩は無理なんで、あの辺りめちゃくちゃ駅間広いし、道が、それ以上にね、距離はね、別に歩きゃなんとかなるんであれなんですけど、いかんせん道がね、あの辺りめちゃくちゃ細いんですよ。車道で走ってても細いんで、うん。
あんまり徒歩でね移動するのには向いてないんでね、リアス式海岸で要は平地が少ないかねでね、うん、熊野のあたりは、ですのでね、とっとね歩くのもしんどいかなっていうところなんで、ね、あんまりこういう近くに向いてないってなるとね、もう電車で行ってね、行きはまあそれで行って、帰りは通あたりまでね、なんなら特急何機乗ってもいいですし、まあ新しい特急何機は乗ってみたいですね。そうすると7000ぐらいになるのか、まあ1000円ぐらいだから、結局フリーキットとあんまり変わらないけど、あ、でも駐車場代で差額600円ぐらいできますからね。うん、海鮮だけ食って帰るか。本当に多分行って帰ってになると思いますけど、それでも多分ね、着くなら10時で、帰ってくるのに3、4時間はかかると思うんで。いや、熊野行くならゆっくり来てよ。あっちの観光するんだったらゆっくり宿取って生きていけどさ、まあ、何せね、今ね、ここにね、コロコロと来れているのもね、何があれかって言ったらね、つまりね、再来月の給料マジで怖いんでね、ちょっとね、真面目にね、YouTube 伸ばさないとまずいよ、これ。ああ、どうなるんだ。この動画が無事にアップロードできているのかだよね。うん、これっていつの次の次、予定だと次がなんだ、ホローカルがあって、その時にこれも持ってくるんだっけ、あれどうなってたっけ、なんかあったっけ、年末年始なんか撮ったっけ、あれ覚え出せねえ。今年あんまり年末年始、動けてなかったんでね。なんて話しとったら。やっと列車来るよ。ああ。自分で言うのもなんですけど、よう喋るね、これ。うん。あ、そう、だから生配信もやりたいんだけどね。なんか知らん形で。さ、ってことで。どうしような、西川七海生まれててもいいけど。山城、使ってみててもね。4モードを使うパーカーのライド、果たして有効なのかどうか、ちょっと検証はしてみたくはある。やってみようかな。遠いまで行った。よし。遠いんだよな、遠いは。